で初日11レース走られます、はい、千葉94期の岩本俊介選手です、はい、よろしくお願いします。前回の G1 でダービーの準優勝という形でしたけども、感想や反響いかがですか？そうですね、周りの方もとても喜んでくれて、自分的にはいい思い出ができたなと思います。このまま賞金がうまく積み重ねたりすれば、もちろん S 班というのが見えてくると思うんですけども、そこはいかがですか？そこはまだ何も決まってないですし、自分的にはいつもの日常に戻ってるので、あんまりいつも通りですね。なるほど。まあ、昨年の宮杯は、まあ、予選で敗退してしまったということなんですけども、まあ、このポイント制の戦いっていうのは印象いかがですか？競輪祭で舗装も慣れているので、そのためにしっかり練習もしてきていましたし、大丈夫だと思います。ダービーの準優勝もあって、まあ、前回前々回と人気もとてもしてるかなと思うんですけども、その辺は気になったりとか、なんか一試合変わったとかはありますか？気になるというか、人気になるということは、お客さんがたくさん自分の車券を買ってくれてるということなので、そこの期待には応えなきゃなと思います。初日なんですけども、深谷選手と、あと内藤選手と同じレースになりますけども、並び戦い方を教えてください。ちょっと内藤さんがまだいらしてないんで話してないんですけども、難関でまとまって頑張りたいと思います。番手ですか？前、いや、まだ、あ、まだすいません、いらしてないので、発見したことは言えないです。わかりました。では、最後に意気込みをよろしくお願いします。はい、最後まで諦めずに頑張ります。応援してください。お願いします。